もう腕が鳴るな。それじゃあまたね。お届けした曲は今注目の若手演奏家エリオット・クレイグによる光さす空の下ででした。デビュー以来徐々に人気を高めている彼、お姉さんも有名なピアニストで今の伴奏も彼女が担当されたんだとか近日発売という噂の新作レコードがとても楽しみですね。さて、続いてはリスナーからのお便りのコーナーです。ラジオネーム、はい、続いてのお便りは帝都近郊在住のラジオネームゆるふわミントさんから。ミスティさんこんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。私はとある学院の学生なんですが、実はちょっと気になる教官がいるんです。以前から一生懸命アプローチしてるんですが、なかなか本気に受け取ってもらえなくて。ミスティさん、どうか良いアドバイスを。いわゆる恋の悩みですか。それも生徒さんの先生への秘密の恋。甘酸っぱいですね。あれ、でも教官っていうことはちょっと特殊な学校なんでしょうか。なかなか興味深いですね。あんまりうかつなことは言えませんが、来週いますし、街巡りに誘ってみるのはどうでしょう。ここでポイントなのは、あくまで先生と生徒の関係は踏み越えないこと。例えば歴史を教えている方だったら、帝都の歴史が知りたいなんて頼んだら学校の授業の延長線上になりますよね。そんな風に一緒の時を過ごしていけば、いつしかお互いが特別で大切な存在になって卒業する頃にはなんて。あ、そこのあなた、他人にアドバイスする前に自分の相手をとか思いませんでした？私は皆さんのミスティですから、今はそれだけで充実して幸せなんです。この辺で。先ほども言いましたが、帝都では来週から待ちに待った夏至祭が始まります。さまざまなイベントをみんなで楽しむもよし、懐かしい友達との再会もあるかもしれません。夏らしく暑くなってきた今日この頃、急な天気の崩れなどには気をつけて、思う存分楽しんでくださいね。パーソナリティはミスティで
お送りしました。 See you again。 次の夕べの時間に。一度は諦めた課外授業だけど、こうしてなんとか実現できた。これからもどんな無理難題だって乗り越えていけるよね。Oh, I got to do this last night.
もうマジかよ。いいじゃないか。ま、こんなもんかね。やっぱ文系がネックやな。うん、頑張った私。ちょうど平均とは。よかった。一応平均以上よね。 45th。 いい感じだな。まあこんなものですか。もう少し上を狙いたかったわね。はっ。あ、結構いい順位です。こんなもんか。よかった。まあまあかしら。想定範囲内ですね。さすが帝国の名門。層が厚いな。あ、レッドナンバー1。頑張りました。1位と2位は。Cedric got it. I hope I'm cheated. Oh, this is where Athena drives it.